おはよう。支配人の話では、前回来てくれた新しいお客さんや常連からは、とても好評だったらしいぞ。こういうことにはなれないんじゃないかと心配していたんだが、この分だと、お前の腕前なら、通常業務は十分にこなせそうだな。味にうるさい上に、要求が面倒な客が来ない限り、お前が困ることはないだろう。ええ、そんな客もいるのか？そりゃもちろん。特に、ほとんど料理をしたことがないくせに、本だけは山ほど読んでる学者先生とかな。暇になるとやってきては、あんたの作ったものは伝統的ではないだの。どこどこがこうで、数百年前の味と違うだの。あら探しをするんだ。ここが防除旅館か？一応は老舗といったところかの。これ、店主。何か看板料理があるなら、早くここへ持ってまいれ。一番高いやつじゃ。フォルさん、先輩、どうも。おお、旅人にパイモンか。なぜここにおるのじゃ？こっちが聞きたいぞ。なんで急に旅行できるくらいの経費ができたんだ？しかも一番高い料理まで注文して。これは旅行ではないぞ。わしのような学者が専門アドバイザーとして招かれ、世界中を旅するのは日常茶飯事じゃ。ファルザン先輩、ゆっくり。昨日の夜はみんなで徹夜だったのに、どうして先輩だけこんなに元気なの？本当に100歳を超えてるのかな？私がおごると言ってからずーっとこの調子ですなーや。あー、マジくじりま、したわ。レイラ、それにドリー、珍しい組み合わせだな。おお、お前は実に忙しいやつじゃの。じゃが、ここの料理長にも認められておるなら、本場の名物料理を食べ損なう心配はないの。それで、お前たちはなんでリーユエに来たんだ？さっき、専門アドバイザーとかなんとかって聞いたような。先日、フォンテーヌから新しい船を入手いたしまして、なんと、最先端のナビゲーションシステムが搭載されていますのーよ。これを普及できれば、とても大きなビジネスチャンスになることでしょう。ここ数日、試運転でオルモス港から離島へ、離島からリウエ港へと、次はドンマンポートにも行く予定ですわ。私と先輩は、コンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。昨夜は耐圧試験のために、一晩中雲来の海を漂ってた。残業手当は、出します。おはよう。お二人とも、ご自分の意思で来られていますし。契約時にだってわざわざ説明していますもの。本当に隙がないな。つまり、その手当の一つがおごりってわけか？だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ。なんて機会はなかなかないからな。それではまず。ファルザン先輩、私も、もちろん、一番高い料理で、ねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが、高いからといって、美味しいとは、限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは、海鮮をたくさん使う料理か、手間暇がかかる料理だと、聞いたことがありますわ。
も私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。もも、言われてみれば確かにそうじゃの。しかもレイラさんなんてお腹が空いて今にも気絶しそうになっていますわ。え、それはお腹が空いているからじゃなくて、きっと人生の大先輩で徳の高いファルザン先輩は後輩を空腹のまま待たせるのは忍びないと思われることでしょう。うむ、後輩を気にかけてやれというのに文句はないんじゃが、何やら騙されている気がするの。ですので時間をかけて煮込む必要がある料理も出さないでくださいまし。それ以外でも高いものでしたら何でも結構ですので旅人にお任せいたしますわ。高価で、しかも回線は使えず、さらには時間もかけられない。それじゃ大半の料理がダメじゃないか。こんな意地悪な注文一体誰が出したんだ。ドリーのやつわざとやってるのか。うちの旅館はルリ亭や新月軒と違って高級な食材を常備しているわけじゃないんだ。普通はお客さんの予約が入ってから準備するもんだからな。ありふれた食材を使って短時間で正真正銘の高級料理を作る。そうなると値段がつくのは料理人の技と料理の独創性だけだ。半減休館という料理がある。手元にある食材だけで作れて提供するのにも時間はかからない。そして一皿の値段は3万モラだ。3万！？普通の食材を使って時間もかからないのにか？なんでそんなに高いんだ？この料理の技は時間じゃなく料理人の包丁さばきと火加減にかかっている。さまざまな種類の肉を細切りにし棒状にこねてから最後に鍋で炒めるんだ。食べてるうちに味わいがどんどん変化し、しかも進化していくのが売りだ。種類の違うそれぞれの肉をいかにまとめちょうどよく焼き上げるか、いかに互いの味がぶつからないようにするか、それがこの料理の価値を示す部分だ。うまくできれば超一流の名物料理、しくじったらただの肉そぼろだ。おお、わかったぞ。つまり高いのは料理じゃなく料理人のギャラってことだな。大丈夫だ、棒状にこねるような細かい作業は俺が手伝ってやれる。お前は一番大事な部分に集中すればいい。心配すんなって、大胆にやってみろよ。たとえ失敗してもお前が作った肉そぼろならオイラは喜んで食うぞ。
お待たせ。それじゃん、ごゆっくり。ああ、いい香りじゃの。ああ、そうですわ。パイモンと旅人も朝食はまだなんでしょう。それなら、一緒にどうですか。え、ドリ、いつの間にそんな親切になったんだよ。ただで朝ごはんが食べられるなんて。大きい取引というものは宴席で決まるものでしょう。ほら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 、座って座って座って、遠慮しないでくださいまーし。この料理はありきたりな料理に見えますし、事前に調べた限りでは、まあそんなにもらはかからないはずですわ。1万なら問題ありませんが、3万なとちょっと。この料理、一晩徹夜するほどの価値があるのかの。元を取れるかどうかはお前にかかっておるぞ、旅人。疲れた、眠い、眠たい。早く食べて戻って寝よう。これは鶏もも肉？うん、キノシシの食感にも似てるような。噛むたびに別の味わいが広がるの。よく味わうと煙でいぶしたような風味もある。実に不思議じゃな。どうやって作ったんじゃ？ハム？しかしこの料理のどこに。あ、ひひ、気づいたみたいだな。そう、いろんな種類の肉を細切りにして棒状にしたんだぞ。オイラと現象ですっごく頑張ったんだからな。でも私にはよくわからないけど、肉の種類が違えば火を通す時間も全部違うでしょ。でもこの料理はきちんと味の調和が取れてる。それは企業秘密ってやつだ。これがお前独自の料理法とはの。無駄足にはならんかったわい。それでこの料理は何と言うんじゃ。紹介し忘れてたな。この料理の名前は半減球感。細い糸が交差するように見えるのと、複雑で変化に富む食感を表現したと。リーゆえの言葉から取った名じゃな。華麗で賑やかに楽曲が盛り上がってゆく様子を意味する言葉なのじゃが、うむ、ぴったりな名前じゃな。なんだ、知ってたのか。当たり前じゃん。若者は卒業までに少なくとも20種類の言語を習得するはずじゃろ。おむ、今はその必要がないのかの。え、昔もそうだったの。お前もチロン派だってこと、うっかり忘れてたぜ。ああ、それで、このお料理のお値段ですか。ひひ、そんな高くないって。3万もらいただくぞ。3万もらの2割引き。まだ少
少し厳しいですが。いいでしょう。勉強料ということにいたします。スメールに帰ったら必ずやこの料理を再現してもらい、ほんの一気に完成でやります。朝からいい出だしじゃないか。次もよろしく頼んだぞ。